丸川珠代臨床、民主党に、愚か者めがと罵倒した過去が今自分に向けられている。五輪担当省としても、その収支について何の説明も果たさずやっていたのは裏金作り。一体、どんな政治理念を行動原理にしてきたのか、もはや党までもあるまい。2月1日、丸山珠代元五輪省は、自身の政治団体の政治資金収支報告書に2018年から5年間で計622万円の不記載があったと明らかにした。自民党本部で記者団に、派閥からノルマ超過分は持ってこなくていいと言われた。資金は自分の口座で管理していたと述べた。同日、報道ステーションは安倍派の最後の総会後、丸川氏がこう発言したことを報じている。私たち自身も納得していない部分があると思います。責任ある立場の人が何らかの責任を取ったということが明確に国民に伝わる行動を取るべきではないか。SNS では他人事ですか。裏金を受け取ったのは自分です。1月12日、TBS がおよそ700万円の中抜きをしていたことを報じた際、丸川氏は TBS の記者の直撃取材に無言を貫いていた。中抜きは、安倍派の議員が政治資金パーティー券収入のノルマ超過分を派閥側に納めず、自分の収入にしていたことを示す。2月1日 X では丸川珠代がトレンド入り、資金は自分の口座で管理していたと述べたことに批判的な声が多く上がった。SNS の反応、超過分は口座で管理、とは政治資金団体ではなく個人的に管理なら課税対象なのに申告せず脱税だ。資金は自分の口座で管理していたってまるで適切な処理でもしたかのような言い回ししているけど、要するに自分の金にしちゃってましたってことじゃねえ。それって自分のポケットに入れたのと同じ行為でしょ。犯罪ですよ。一般人が同じことを企業でやっていたら逮捕では許されていいのか。丸川氏は民主党政権時代の2010年子ども手当を導入する関連法案採決の際、愚か者めがこのくだらん選択をしたバカ者どもなどと厳しい野次を飛ばした。 X ではこの言葉が引き合いに、愚か者めがの大ブーメランが起こっている。民主党政権の子ども手当を叩いた人はこそこそと裏金作り、この愚か者めがノルマ超過分は持ってこなくていいと派閥に言われたと、安倍派のおかげで大臣になれ、悪質な中抜きをやりバレると派閥のせいにする裏金議員、愚か者めがブーメラン。丸川珠代元五輪省、民主党に愚か者めがと罵倒した過去が今自分に向けられている。五輪担当省としてもその収支について何の説明も果たさずやっていたのは裏金作り。一体どんな政治理念を行動原理にしてきたのか、もはや党までもあるまい、と SNS で炎上している。